どうもよかいちてもチャンネルです。今回はですね、神コインの銀河コイン G、 さらに10連銀河コイン、こちら使ってガシャ回していきたいと思います。で、その前にちょっとやりたいことございまして、今回のイベントからそのカイマのミッションが追加されてるわけなんですよね。カイマの怪文書を使うと厄介な事件に挑める。で、そのいろんなカイマを多分倒してったら最終的に妖怪ガッツ F がね、入手できると思うんですけど、で、まずこちらですね、ボスのステージ4、ボスのステージ5を倒さんとわかんないけど、この4、5がめっちゃ強いよね。こちら先に倒して神コインでガシャ回していきたいと思います。さっきボスステージ4、この地獄ムズやってみて、あ、なんか倒せそうだなーって感じだったのよ。ってことでやっていきましょう。1回のプレイにつき怪文書1個消費でございます。敵根の3体いるんだけど、この左側の六六首さんはめっちゃ弱なの、 HP2000 でも攻撃600、ドロタボーさんも5000攻撃50だから、こちらの66首回の方がまあ強いよねと。で、右のやつ攻撃弱いけど HP が30万あんのよね。結構やばい強いということで、まあ、順番的には左から右にっていう感じですかね。まあ、とりあえずフィーバー突入して必殺技ぶち込みたいなって感じ。あ、フィーバー突入したんだけど、もうカイラッチの技ゲージもさ、あれしちゃってるやん。とりあえず、リュウタ君の必殺技ぶち込み、もう一回やろうと。で、もう一回やった場合は、一旦マップ戻るーなんだよね。でも、この怪文書は、消費されていないということで、何回でもバトルできるんだけど、カイラッチの必殺技やっぱ最初に打っておきたいなーって感じ。で、からの、リュウタ君の必殺技とか、打つみたいな、そんな感じでいきたいなー。よっしゃい、速攻でフィーバー突入したいぞ。それじゃないと、カイラッチのあれがまた減らされちゃったよーん。またカイラッチの HP、フィーバーゲージが、技ゲージがあれしちゃったよー。ほな、どうしたらええのって。ほな、どうしたらええのって、なるやんか。ただ、先にさ、ピン打った方がいいかもしれないよね。一番左にピン打って、そう、その順番の方がいいかもしれない。六六首買いにピン打つ。ピン、打ちました。で、素早くフィーバーに突入したいんだけど、あ、もう無理だ。もうやる気なーしーって感じなんだけど、ちょっと落ち着いて、ちょっと冷静になりまして、フィーバー一旦突入しますよね。突入しますよね。ね、カイラッチの必殺技したいけど無理っぽい。無理っぽいんで、もうリュウタ君の必殺技打っていく。あ、カイラッチの必殺技持てるのかなー、ギリギリ打てるのかな、打てない。打てる。打てるー。で、リュウタ君デカプリ作りやすいから、これで必殺技連発していきたいよねーって。この、あ、まただ。なんかめっちゃガード、復活してね、左のやつ。もうやだー。もうやだー。なんそれ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 。なんかいい感じで、真ん中のドルタボーを回倒す。なんかのタイミングでドルタボーを回倒せんだよなぁ。なんかその辺のコツがいまいちわからんのだけど。なんか両サイドの、この、六六首倒したら、最後ドルタボー回が残るんかなと思いきや、なんか知らんけど途中で倒せたりできるんだよなぁ。なんなんだろう。もうあとは右だけなので、必殺技2、3発で倒せそうかなぁ。リュウタ君決めれるか？決まらず。HP 高ぁ。お疲れい。なんか知らんけど、左の六六首回倒したら真ん中のドロタボ回も倒せんのかな。なんかようわからんのだよな。なんかわからんけど勝てた。なんかわからんけど勝てた。何回かプレイしてたら、ドロタボ回を倒せた。敵にピンを刺さずに、とりあえずフィーバー突入。フィーバー中の攻撃は全体攻撃になるから、ドロタボー買い倒せるのかも。毎回これでドロタボー買いは倒せるわけではなくて、稀に倒せる。フィーバー中に極炎魔の必殺技を1発打って、左の66尾買いとドロタボー
貝を倒せた。あとは右の六六尾貝を倒すだけ。で、あとは最後のボスステージ5行っちゃいますか。厄介貝ちゃう、厄介か。バリアを作るとで、技ゲージも吸収しちゃうっていうね。めっちゃむずそう。厄介のステージ一旦ステータスチェックだな。敵の HP 何分ぐらいなんだろう。14000で35万で12000だから結構高いね。これもできたらね、速攻でフィーバー入りたいんだけどな。やべやべ、どうしよっかな。誰か必殺技打てへんかな。やっぱそのスザクさんがありがたいんだけど、あれちょっと待って、全然ダメじゃん。圧倒的にダメじゃん。左から順番と、いやもうピンタンクってもいいんかな。なんかよくわからんみたいな。なんかカッパさんも復活してるし、でなんかどのタイミングで出せんだろうな。ピンとこんな。あ、チャンスだって。チャンスとかあるんだ、マジ。あ、チャンス終わっちゃったっぽい。なんかチャンスがあるんだチャンスがなんかたまにあるんだ。必殺技連発してたら、まあ、勝てるんかもしれんな。最後のボス強え。あともう一回だけ挑戦してみて、無理そうだったらもういいや。厄介なかなかだな。ピンは打たなくてなんか逆にいい気がするんだよね。ひたすら必殺技連発してたら適当に倒せそうな気がする。うしゃー、頑張るぞい。あ、失敗した。速攻でフィーバー突入しないともうやる気出ないな。リュウタ君主軸でやっとった方がいいのかな。フィーバー中にできたらいっぱい銀座に登場したーい。ひさそうぞ2発目、3発目。反撃もあるのかー。4発目。5発目。もう負けそう。あ、チャンスだって。チャンスと言われましても、チャンスと言われましても厳しくの HP がめちゃめちゃ大変必要ですね。あれなのかな、反撃があるからあんまりそのフィーバー中に必殺技打った方がいいのかな。コツがいまいちわからんぞ。カイマの俺厄介くん、チャンスの時に連発したいから、そうだな。最初はある程度の必殺技がいいのかな。よこいしょ、よこいしょ。この時に必殺技一発ぐらいにとどめといたらいいのか。で地道に必殺技打っていく。両サイドがやられました。ほんでチャンスタイムか。あー、ほんでチャンスタイムなんだ。でこのタイミングで必殺技打ちまくったら勝てるよっていうことか。なるほどね。なんとなくコツがつかめてきた気がする。10連銀河コインのガシャ中身、こちら水星のアースも一応ラインナップで、トリプルゼータにダブルゼータとで、 S ランクもラインナップしてんのよね。S ランク以上確定のガシャとなっております。果たして UZ 出るのか。10連銀河コイン5枚あるんで一気に使っていこう。
10連銀河コインはなんかログインするだけでも結構入手できるんよね。ほらんこらず。10連銀河コイン2枚目いきまーす。金カップとかレインボーは厳しいかなって感じ。すべて色カップ。ダブル S ランク、クジラマンとかだね。30連目。銀河ウォッチの新キャーは厳しいよね。まあ、出てダブル S ランクか。ランク高いのはダブル S ぐらいか。Z 以上厳しい。色カップ。一番ランク高いのはダブル S ランク。10連銀河クイーンラストいきましょう。今回第1弾だから、まあ、今後に向けて銀河コイン貯めとくのもありだけどね。色カップ、大したことなかった。で、銀河コイン G がガシャ中身すごくて、UZ もトリプルゼータもダブルゼータも、で、Z ランクなよね。Z ランク以上確定のガシャ。できたら UZ の水星のアスくん、こちら入手したいなーって感じなんですけども。では参ります。1枚しか持ってないんですけれども、銀河コインジン。ちなみになんかステージ13やったかな、ボスステージクリアしたら、なんかゲットできたかなと思います。めっちゃレアだよね。1枚しかないから。ありえなーい。Z ランクのこまみちゃーん。持ってるさすがに銀河ウォッチの新キャラはゲットできずか。はい、ということで、以上、今回はクオクマジです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。